アンヘルマヌエル・パガンは、プエルトリコのサンフアン出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。現在は、フリーエージェント。愛称は、エル・カバー・ジョロコ、または、クレイジー・ホース。1999年の MLB ドラフト4巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、翌2000年6月1日に契約。二千年、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、 プロデビュー。19試合に出場して打率。361.8打点、6盗塁の成績を残した。2001年は、A-9 ブルックリンサイクロンズと A 級、キャピタルシティボンバーズでプレイ。A-9 ブルックリンでは62試合に出場して打率。315.15打点、30盗塁の成績を残した。2002年は、A 級、 キャピタルシティと A 級セントルーシーメッツでプレーし A 級キャピタルシティでは108試合に出場して打率279.1本類が36打点52盗塁の成績を残した2003年は A 級セントルーシーでプレーし113試合に出場して打率249.1本類が33打点35盗塁の成績を残した 2004年は AA 級、ビンガムトン・メッツとトリプル A 級のオホークタイズでプレーし AA 級、ビンガムトンでは112試合に出場して打率287.4本塁が63打点29盗塁の成績を残したオフの11月19日にメッツとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした2005年3月2日にメッツと1年契約に 合意。この年は、トリプル A 級ノーフォークで129試合に出場して打率。271.8本塁が40打点、27盗塁の成績を残した。2006年1月25日に、金銭トレードでシカゴカブスへ移籍した。開幕ロースター入りし、4月3日のシンシナティレッズ戦でメジャーデビュー。5回裏から右翼の守備につき。 三打数に安打だ一打点だった。4月17日にハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りし、6月30日に復帰。25歳の誕生日の7月2日に行われたシカゴホワイトソックス戦でメジャー第1号、第2号本塁打を放った。この年は77試合に出場し、打率247.5本塁打、18打点。 4投類の成績を残した。2007年3月5日にカブスと1年契約に合意。3月28日にトリプル A 級アイオワカブスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。5月10日にメジャーへ昇格。8月8日に大腸炎で15日間の故障者リスト入りし、シーズンを終えた。この年は71試合に出場して打率。十四点四本塁が。 21打点、4盗塁の成績を残した。2008年1月5日にコーリー・コールズ、ライアン・マイヤーズとのトレードで、フルスのメッツに復帰。3月4日にメッツと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。5月7日のロサンゼルス・ドジャース戦で左翼への飛球を追い、左翼スタンドに転落。左肩を負傷し、五月十三日に十五日間の、 故障者リスト入りした。7月9日に、ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツで復帰。A 級セントルーシーや A、A マイナス級ブルックリンでもプレーしたが、メジャー復帰はなかった。この年は31試合に出場して打率。275.13打点、4盗塁の成績を残した。2009年1月20日にメッツと57万5000ドルの1年契約に合意し、 開幕ロースター入りした。右肘や素形部の故障に悩まされたが、自己最多の88試合に出場。打率306.6本塁が32打点14盗塁の成績を残した。2010年6月10日2010年2月9日にメッツと1年契約に合意。小中堅守のカルロスベルトランが故障で離脱していたため、大役としてレギュラーに定着。 ベルトラン復帰後も左翼手や右翼手のレギュラーに残り151試合に出場して打率290.11本類が69打点の成績を残した37盗塁はリーグ2位だった2011年1月31日にメッツと350万ドルの1年契約に合意ベルトランが右翼へとコンバートされたため小中堅守を任された 4月22日に15日間の故障者リスト入りし、5月27日に復帰。この年は123試合に出場して打率。262.7本塁が56打点、32盗塁の成績を残した。2011年12月7日にアンドレス・トーレス、ラモン・ラミレスとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。2012年1月16日に ジャイアンツと485万ドルの1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。この年は、自己最多の154試合に出場し、8本塁打56打点29盗塁打率288だった。3塁打は、リーグ最多の15本を記録するなど、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。オフの10月29日に、FA となったが、12月3日に、 ジャイアンツと総額4000万ドルの4年契約で再契約した。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。シーズンでは6月7日に左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りし、7月5日に60日間の故障者リストへ移動。8月30日に復帰した。 この年は故障の影響で71試合の出場にとどまり、打率282.5本類が30打点9盗塁だった。2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は小中堅守として63試合に出場、打率307と好調を維持していたが、6月25日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りした。 2015年4月10日のサンディエゴパドレス戦では、デレクノリスにガムを投げつけ一触即発の場面があった。2016年シーズン終了後の11月3日に、再び FA となった。2017年2月8日に第4回、WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に、 敗戦し、2大会連続で準優勝となった。ありがとうございます。